こんにちは、万歳大家のチャンネルです。万歳大家のチャンネルに来ていただいてありがとうございます。バンコク在住、ワンルームマンションの大家をしている男性です。日本人です。そんなんでね、ここいつもこの動画の極めてね、登場回数が多いバンコクのラチャダピセーク通りです。北から南に向かって走っています。今日は11月10日、もう11月も10日になっちゃいました。無駄に時を過ごしている万歳大家でございます。無駄に時を過ごしてぼーっとしている万歳大家さん、何言ってるの。それじゃダメじゃん。済んだもんなのだ、枝豆。時の流れは早いのか遅いのか、その時によって違います。充実していきたいね。今日はね、日曜日ワンアーティ、これもまたいつも言ってるよね。このねバイクは目的地に向かっています。土日、日曜日の、取り組み、仕事じゃないです。あ、なんか石津レーシングチームってカタカナでレーシングって書いてあるね。それでね、そういうね、間にね、もうどんなに話が盛り上がってても間にチャチャが入るのがこの万歳大家のチャンネルのこのね、ダミ声ナレーションの特徴なんでございます。だから全然ね、プロフェッショナルじゃないんですけどね、このアマチュアのね、持ち味をね生かしながら、プロじゃ絶対やっていけないことなんかもね平気で言っちゃってるみたいなね、あんまり平気で無駄なこと言うとバンされますからね、バン。はい、ここいつも止まっちゃいました、ラマキオ交差点です。それでね、今日は10日ということで、来週の今日沖縄に旅立つ時間です。もうね、フライトしてるね時間だよね。今9時10分ぐらいだから朝のね、で2週間ぐらいでまた戻ってくるな、ね。このバンコクね、やっぱりバンコクの食事ちょっと辛くなってきた。バンコクの食べ物ね、それもあんのかなっていうか、まあ、同じとこばかししか行かないから、それであんた自分で自分の首絞めてんだろうみたいな話になってるんですよね。よくこの動画に出てくるのは味の花束カオゲーね、お皿の上に枝豆、お皿の上にこうご飯を乗せて、それでおかずいっぱい乗せて、それでスープとね、これがね、多品目、栄養にもいいんじゃないかなって、そういうことは考えて食べてませんよ。美味しければいいみたいなね。そんで横のおばちゃんがね、万歳祝い何してるのってじーっと見てますね。いや、これもよくあるんですよ。なんか変なね、男がね、なんか喋りながら楽しそうににやけながら喋りながらね、ちゃんと話前進めろよって言いたくなる。それもね、なんかね、いや、それで何食べに行こうかなって、いや、久しぶりにね、家でね、コクマロカレーでカレー作っちゃいましたよ。カレールーね。で、昨日ご飯一升炊いて、その一升にカレーそのまま全部ぶち込んで、青だー青だー。これ信号のことね、シーデーン、パイデーンっていうのはパイデーン、赤い電気、信号のことパイデーンって言うんだけど、信号っていつも赤信号ばっかりじゃないですよね。なんでファイデンって言うんですかね。不思議な謎です。まあ、別の意味があるのかもしれないですけど、気をつけろ電気っていう意味なのかもしれないですけど、ファイっていうのは電気ですからね。デーンは赤、リンデーン、ディンっていうのは土地、
デン若いリンデン、リンデン区に住まいを捨てる万歳親でございます。なんかあの全然知りもしないタイ語でうんちく語るんじゃねえとかっていう話がそこはかとなく聞こえてきそうですが、まあそうやって話つないでるわけです。なんかこれ危ないですから、このバイク乗れながらね、こうやってこのバイクのほら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 こんな感じでね、で前のほらバイクの人たち人もこうやって道選びながら走ってるでしょね。はいはいはい、後ろ見て、必ず後ろ見て、バイク来てない、あ、来てる、はい、あ、今のそうね、右側にいた人は止まってくれました。そういうとこあるんですよ。今日はグラブのシャツ着てませんよ、黒シャツですよ。そういうね、道を譲ってくれる精神がね、結構ね、充実してるんですよ、タイは。何話してたんだっけ。そんでね、食がね、ちょっとね、自分で自炊でカレー作るぐらいだから、これは末期的症状でしてね、なんかもっと変わったもん、日本食、でもここで日本食は食べたくないんですよね。この前、中華行きましたよ、中華、ロンチューレストランね、ラモン四世通りの、あそこで中華で、あ、違う。ロンチじゃねえや、そこ行きたかったんだけど、ロンチ行くのやめて、ロンチの動画はこれです。スティさんだ、スティさん、ラチェダーエクスチェンジで両替して15万円、少ねえ生活費だけですからね。1万円が2220でした。あれ、それでそれは動画にしてないんですけど、今口でおしゃべりしました。それでその足でね、スマイルレストラン行ったんだ、スマイルレストラン。それでね、スマイルレストランでなんか話が全然本題の方進まないな、枕が長すぎるな。スマイルレストランでジャージャー麺、初ジャージャー麺、スマイルレストランってタイ料理ですから、ジャージャー麺ね、いただきました。ルーロー麺とジャージャー麺ってね、台湾の二段麺料理と言っていいね。台湾のゾロさんでしたっけ、もう台湾のレストランボンボン上げてますけどね、そういうのも参考しながらジャージャー麺いただいたんだけど、ハテナが3つつきました。150バーツだったかな。それで麻婆豆腐、それは100バーツ、それ美味しかったです。あ、でもそれ写真撮ってないしな、あんまり長々話すのやめよう。まあそこそこちょっといいお値段になりましたよ。それでね、中華料理も食べたりするんですが、やっぱりね、なんかやっぱりちょっと、あ、ラッキー、はい、フロンポンの交差点を、ライトターンしてます。ライトターン、これがねソイ39、まっすぐ行くとフロンポンの駅に行きます。あの BTS のね、これもいつも言ってる、いつも走ってる道ですからね。さて、この本題なんですが、もうすぐね、その土日の取り組みの場所に着くんで、そうするとね、今話してることね、帰る頃ね、忘れるんだよね、何話してるかね。話がね、重なるかもしれません。今ね、面白いのはね、日本の自民党でしょ、自民党。面白いね、自民党。あんた、10月27日、選挙の日何してたんだよ。選挙行かないでホーチミンでね、ホーチミンにいますな、動画上げてます、これです。選挙行かなかったんですよ。お前日本人だろ、何言ってんだ、それでケチばっかちつけんだろ、どうせみたいなね、その通りでございます。いや、違う、面白いんですよ、自民党がね。それでね、もうますます自民党はね、保守じゃなくなってきてるっていうのがね、もう如実に出てきた。
それで今人事をやってるんですね、人事をね。それで大臣、政務官、副大臣、そんなの党の前に決まっちゃってる。それで大臣2人あの選挙に落ちたりしてね。あ、それで公明党なんか代表が選挙に落ちたりしてね。選挙に落ちればただの人ってなわけでございましてね、惨めだよね、大臣が選挙に落ちる。それで、今ね、各委員会、予算委員会で法務委員会とかね、そういう委員会の委員長を決めるって言うんだけど、今度はね、絶対的過半数取ってないんで、その委員会の委員長をね、野党の方に取られちゃってるとか、禅譲してるのか、それの、テクニカルなことは、素人なんか定かじゃないんですが、そしたらその委員長ね、委員会っていうのは代表的なのは予算委員会ですね。それね、立憲民主党なんですよ。取られちゃってるんですよ。あ、前場したのか取ったのか知らない。それとね、万歳祝いはね、これもニュースになってたからね、その通りだなと思って危惧してんだけど、法務委員会、これ法務委員会っていうのは法務省その管轄ですよね。これはね、外国人参政権とか移民そういったようなこと、それがね、また立憲民主党だったかな、与党側に行っちゃってるんですよ。それで委員長がその与党側になるって言ったら、その委員長になるとその法案の審議に有利不利っていうのは、それもこれもね、そのテクニカルなことは万歳ぐらいあまり分かんないですけど、委員長っていうのはそのね、議事の進行をするのがメインですからね。あとね、決定的にね、これおかしいと思ったのね、これは委員会じゃないけど憲法審査会ですよ。自民党は改憲が当然なんだけど、憲法改定っていうのは党を作った時から、ついちゃったお約束なんだけど、その憲法審査会の委員長はね、それもね、立憲に渡しちゃってるって、つまりね、全然そういう気がないってことだよね。その外国人参政権もね、もう全部ね、やっちゃってみたいな感じなんだよね。あ、ついちゃいました。もうね、楽しすぎますよ、自民党やっちゃってくれますよ。万歳大家さんは次の参院議員選挙の結果を受けて、自民党の保守寄りの議員が党を割るのではないかと予想しているのだ。後半の部に入りました。前半ではね、自民党もうめちゃめちゃ、もうね、保守じゃなくなった、もうリベラル政党、もう保守どこ行っちゃったんだってね、そんな感じなんだけど、後半はですね、あと最近気になったの、万歳祝いはいつもね、ずっと昔の虎ノ門ニュースから始めね、タイではね、ニュース見たってタイ語なんでわからないけどね、日本のニュース番組ね、ネットでやってるやつ、それを見てたんです。まあ、だからそれにかなり影響されてる部分もあるんじゃないかなと思うんだけど、そこ見に行ったこともありますよ。だから虎ノ門ニュースにね、もうかなり昔ですけど、万歳祝いが映ってたという、ね、それとね、もう一つ虎ノ門ニュースに関係するお話って言ったらね、これも話したかな、お正月にね、虎ノ門ニュースが当時取りだめをしていまして、でお正月特番みたいなのやっててね、それを先取りするんですね、お正月のお休みのためにね、よくあるパターンですが、視聴者参加みたいなのになってて、そこにね、そのスタジオの中に入って、それも完全に映ってました、万歳祝い。その時常年司さんが出てたんだけど、視聴者さんからの質問に答えるっていうコーナーがあって、で万歳祝いもこうやってね、ボード出して、そしたら経済関係のこと書いてあったのっていうのは、
あの万歳屋だけみたいで、常年司さんがね、あの質問がありましたがっていうのは、あの方もね、あの財政緊縮派じゃなくて、それで万歳屋はどんなあの買いたかしたら、一応数字の上ではね、何千兆という借金がある。でも数字の上でやっぱりこれを減らさなきゃなんねえ。まあリフレ派思い出した。その借金の考え方っていうのは、単にそれだけ借金の金額が何千億ってあるってそんなんじゃなくて、借金やってもあんた貯金も持ってるでしょって、それ棒引きしたらあのネットのね実質的な借金っていくらなんだって、そういう考え方ね、バランスシートね、貸借対照表、まあ、万歳屋もあの確定申告は貸借対照表で、出してますけど、それは資産の部と負債の部っていうのがあって、で今まで話してたのはその負債の部ばっかし、何兆何兆何兆借金借金だけどね、実はね貸借対照表バランスシートね作れば、実はそれだけ資産も持ってんだけど、財産もね、だそれをねプラマイしたら、その日本はそんな危機的な状況じゃ全然ないと、ね、そういうお役所のね、パターンに乗っちゃいけないっていうね、そのリフレ派、まあ、リフレ派っていうのはまた厳密に言うとちょっと違うらしいんですが、リフレ政策とはお金回りが悪くなるデフレを避けるためにインフレにならない程度に物価を上げることを言うのだ。だからもうね、百田さん、百田直樹さんは沖縄にね、公演に来た時に、沖縄コンベンションセンターに気に入ったって、これはもう何回もね動画で話してます。それでお話はしたことないんですけど、生で見たことも、生で見たしかね、すぐ近くでね、あの人すごくサインとか握手とかされる方だから。だけど百田直樹さんってね、以前もそういったこと言ってましたよ。あの人は完全に関西の、それで関西のノリなんですよね、話がね。だからすぐね、あの人は平気で人間のクズだとかね、頭悪いとかね、関西のノリだと軽い気持ちで言うんだけど、関東の一般の人はねそうじゃないですから、なんてその暴言、もう人間のクズだってよくそういったこと平気で言えるなみたいなね。でもね、笑いがあって楽しいし、もちろんすごく博識ですし、そういった部分もある。その百田直樹さんが最近ねまたね、言葉尻、切り取りいかんいかんってね、でも切り取っちゃうんですよね。それ見たことがまた面白かったね。犬笛、その犬笛に反応するなんて、その言い方もありますけどね。それでね、本旨はね、言いたいことの本旨、本当の主張の礎となるものに関しては全く万歳は変なこと言ってないと思うんですよ。いわくね、女性には少子化のことです、女の人にはやっぱり子供を元気で産むね、その時期というのは、昔だとクリスマスケーキ24日まで売れるけど25日以降は売れ残りなんてね、そういうなんか、残酷なね、そういう言い伝えも、そういったことを今言わなくなったし、言いにくくなってますよね。そこであえてね、なんかすごいこと言ったんですよね。30歳になったら子宮を摘出するとか、22歳大学卒業したらすぐ子供、なんつったのかちょっと具体的に覚えてないんだけど、それにね、もういろんなメディアとかいろんな知識人がもう反応して、なんてひどいこと言うんだってね。で、完全に切り取りなんですよ。その言葉だけ言ったら、30歳で子宮産むってね、またある産婦人科医のお医者さんはね、健康な体にメスを入れるっていう、そういったこと話すこと自体が暴言だってまさしくおっしゃる通りなんです。でも百田さんが言いたいのは、端的に言えばですよ、これは男性の方からそういったことを
言うつらになるとまたそこにまた言いにくい。女の人はその若い元気な頃にもっとどん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 子供を産まなきゃダメだと。それじゃないとね、まああのそのまたそのリベラルなね考え方が絡んでいくんですよね、ジェンダーフリー、女の人も働いて何が悪いんだとかね。だから、まあ、万歳を言いますよ、イスラム教見習え、そういった時だけでとかね、イスラム教ね、それだけあれ、イスラム教女性に対してすごいですからね、まさにあのイスラム教はね、女性はあのどっかの、 あの 大臣の出現じゃないけど、女性は子供を産む機会、それその大臣が言ってたんですよ、万歳祝いが言ってたわけじゃないですよ、それは人の例えですよ。でもそうやってあなたもそれあのそれ同じことを思ってるからそうやって言ってるんでしょ。いくら百田さんがこれは SF の世界だから例え話だ、もちろんダメだって分かってるんだけど SF だと思って聞いてくださいとかって散々パラね断りって言ってんだけど、ドワイ炎上でもね、そうやってね面白い話をしなきゃなんないっていうのはどん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 話が過激になりますよね。この万歳祝いのチャンネルもね、こういう話してる、まあ、ちょっと過激なね話になっちゃってるんじゃないかなと思います。だけどね、なんかその過激な話になっちゃって、どうしてもその炎上しやすいというか、そのギリギリスレスレのとこをわざと行って反応するとかね、まあ、切り取られるのは分かってんだから、切り取られて必ずこんな風になるなってのは分かってて、それで言ってんだからね、もう確信犯っちゃ確信犯ですよね、分かっててやってんだからね、まあ、残念だなと思います。それでシャクタさんの場合今ね、もう高等のね、政治団体じゃなくてちゃんとした条件を満たした日本保守党という公の党のね、認められた党の法人格の一応それの代表なんだからね、やっぱりその発言は今までパー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 好きなこと言ってる、今のこのまさに万歳祝いみたいな、そんな立場でいちゃまずいっていうのは、それもね一緒にその時一緒にいたね有本香織さん、まあ、有本香織さんはその何だ、その女性は30歳の方は子宮摘出とかもっと摘出とかね、もっといろんなこと言ってたら何言ってんの、あダメダメダメとかで抑えてんだけど、それでもそれもなんかいつものパターンになってきて、ダメダメって言ってんだけど、認めないよ認めないよって言ってんだけど、百田さんは全然それじゃ止まんないんですよ、バン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 言ってしまうんですよね、ダメダメダメって言ってんだけどって、まあ、だから有本さんも一応ダメだと言っときますその時だけみたいなね、そんな風に捉えちゃってるみたいでね、いやーちょっとね、まさに口は災いのもとってな感じでね、最近のニュースだとねそこら辺がすごくね気になるというかね、だからその高等の代表たるものがそんな発言をして切り取られて、その後も X でね、あこれは例え話でそんなつもりで言ってんのに、SF の世界で話してるのに、なんでそれにそうやっていちいち噛みついてくるのか、それは本意ではないっていうことを言ってんだけど、いや本意ではないのは分かってるし、百田さんが言いたい、その言いたいことの本質は分かってるんだけど、万歳祝い以前からそういったことってねよくあったんですよ、ね、関西のノリでね、もう行っちゃったみたいなね、それを真に受けてしまってるっていうかね、まあ真に受けられてもしょうがないようなね、そういう過激な発言だったからね、その辺って難しいよね、そのさじ加減っていうのはね、というふうに万歳祝いはなんか思っちゃいます、ね、今日結構暑いですね、もうね朝も最近何日か前朝方ちょっと涼しかったんだけど、それでね、この日曜日取り組みね、それ行く前にバイクの駐輪場にいたお母さんにあもちゃん、あ、そうだそうだ、
たってのお願いがあります。本当にね、はい、毎日必ずね3人の方がね、よくないねボタン、1人でやってるのかもしれないしね、アカウントいっぱい作ってね、粘着がいるんですよ、粘着が。だから3人以上の方、いいねボタンお願いします。いいねボタンでございます。これです、これお願いします。それじゃあにゃんごちゃんコーナーに入ります。ここです、ここ中国大使館、ここ。本当中国ってね、もう悪意が目立つ、もういろんな点でね。まあそんな報道が多いからね、もう話しませんよ。一回にゃんごちゃんって言ってんだからね。出現はいけないと言っているその口で、またまた出現している万歳大家さん、某作家さんと、なんだ変わらないのだ、枝豆。バンコクからお伝えした万歳大家、今日も念仏 BGM アザーン、その他もろもろ横断歩道、そういったね、吉なき、戯言をつらつらと語ってしまってました。万歳大家は聞き取れる、切り取りされて燃え上がるような、そんなインフルエンサーの有名な方じゃないんで、あんまり心配はしてないですが、まああのいいねボタンだけお願いいたしました。ということで、今度こそ終わりたいと思います。にゃんごちゃんコーナーです。バイバイです。バイバイ。新しいパターン、バイバイ。ちゃんと真面目、あ、ここテントできたね、テント。はい、また同じとこいました。今日は日曜日、にゃんごちゃん朝です。いや、にゃんごちゃん、あんたこの足すごいね、これボケ。いやー、かわいそう、この足。にゃんごちゃん、ういじゃあ、土日のね、今から行ってくるよ。にゃん、あ、いい、そこにいるよ。いやー、ごろんしたの。あんた、はい、あんちゃん撫でてあげるよ。はい。